あ、じゃあ D パターンですね。いいですか。見る人見てください。D パターンですね。で、D パターンは、AN たす1イコール 4AN-3 の、まあ、N たす1にしましょう。して、A1 を、まあ、後で切ります。楽にしたいんで。こういうやつです。だから、この、ちょっとまあ、A1 はないけど、この N たす1が、この部分。この部分が、ないと C パターンですね。で、こうなっちゃいますんで、どうするかというと、全部、3の N たす1で割ります。こうします。で、なんでかというと、これでするとね、まあ、こういう次のラインがあって、これって 3×3 の N 乗って分かりますか ?3 の N たす1ってのは 3×3 の N 乗でしょ ?3 の N たす1は3の1乗と3の N 乗で、4で AN で、はい。よろしいですね。ついてますね。そして、3の三角分の A 三角を B 三角と置きます。よろしいですね。わかる ?3 三角の A 三角を B 三角と置きますと、なんかちょっと怪しいんですけど、この辺がですね。ですね、これが BN たす1分の3分の4の BN マイナス1なんです。よしですね。ほら、ここのところの部分が BN でしょ。ついてきてます?で、これが BN たす1ですね。で、これが引く1ですね。大丈夫ですか?そして、まだ A1 はやってませんけど、まあ、ともかく、H1 にしておきましょう。そうすると、B1 は、3の1の A1 だから3分の1になります。これでヒントが全部。そうすると、これ C パターンです。そうすると、Y イコール3分の 4X 引く1と、Y イコール X の連立をします。で、どうなるのかな 3分の 4X 引く1ってどうなるのかな。これ嫌だな。この辺からこうなるの。わあ、だからこれきついんだ。こうなってこうなるから、ここがここだな、きっと。だから X イコール3分の 4X 引く1で、その場で問題作っちゃってるもんで、すいませんね。マイナス3分の 1x がマイナス1だから x は3、y は3となります。これよろしいですかね。大丈夫ですね。頼むよ。計算間違ったら言ってね。はい。で、そうなるんで3です。で、ここまでいいですね。で、これも C パターンだから、一応 C パターン説明してるんですけど、この bn たす1の3分の 4bn 引く1っていうのは、bn たす1引く3イコール3分の4の BN-3 とこうなります。これは C パターンの説明でいいですね。 C パターン説明飛ばしてますけどいいですか。いいですか。いいですね。大丈夫ですね。はい。そして今度 B 三角引く3を C 三角と置くと CN イコール CN たす1イコール3分の4の CN イコールです。で、これはもう B パターン計算したら CN は3分の4の N 引く1の C1 です。で、C1 だけど、これでいくと B1 引く3が C1 だから3分の1から3引いたら3分の、うわぁ、やだなぁ、マイナス3分の9だからマイナス3分の8ですか。 B1 は3分の1で3分の9でマイナス3分の8だ。そうすると CN は3分の4の N 引く1のマイナス3分の8と。改造の仕様はあるんですが、改造をちょっとしてみますね。CN イコール34N そしてマイナス2になりますか。これいいですね。これセンターの時こういう変形できないかいけないね。合ってます。すいませんね。わかりますか。この3と3で3の N 乗します。で、この8の中の4の部分と4の部分で4の N 乗します。で、マイナスが入ってここに来て、2はここに来てると。こういう形します。はい、じゃあここまで頑張ってください。ところで、今、
これ消しちゃったんですけど、3分の3三角の A 三角を B 三角と置きました。でその次に、B 三角引く3を C 三角と置きましたから、逆算します。CN だから、この式は、CN は BN 引く3イコール3分の4の N 乗のマイナス2になります。で次でそうなるから BN は3分の4の N 乗のマイナス2プラス3です。よろしいですね。すいませんね。で次に AN が BN は3の N の A の N だから、わ大変だな。まあ一応これ書くだけ書きますね。はい、したら全部3の N 乗を書きます。3の N 乗を書けるから AN イコール3の N 乗を書けば4の N 乗のマイナス2、そして3の N プラス1乗、これが答えになります。一般答えです。ついていってますね。で、わかりました、うん、はい、じゃあこれでメモ、あ、疑問ありますか。疑問点ありますないですか。で、間違ってもこのマイナス 2×4 とかしないでくださいね。そんなことしないでくださいね。はい、そっちもいいですか。はい、じゃあメモってください。